のビア製ミニ ITX マザーボードミニ ITX は台湾のビアテクノロジーズ社が開発したマザーボードのフォームファクタ。マイクロ ATX やフレキシッチといった小型 ATX 規格よりも顕著に小さくわずか 17cm 四方である。さらに小さなナノ ITX やピコ ITX がある。当初ミニ ITX のマザーボードは組み込みシステムで 用いられることを前提に設計され、製品としては、ビア製のエデン、エピアシリーズなどが大多数を占めていたが、インテルや AMD の CPU 向けの製品も、少数ながら作られていた。2008年6月にインテルアトム搭載のみに、ITX マザーボードをインテルが発売して、以降、各社が続々と同様の CPU オンボードのマザーボードを販売。後に、 デスクトップ向け CPU ソケットを搭載したモデルも発売され2020年現在ではゲーミングモデルのミニ ITX マザーボードやミニ ITX 専用のパソコンケースが発売されており一つのマザーボードフォームファクタとして定着した自作パソコンとしてはチップセットや CPU 内蔵のグラフィック機能を活用し小スペースパソコンや ホームシアターパソコンとしての使用に適している。ただし、PCI Express16 を搭載しているマザーボードも多く、ミニ ITX 専用ケースの中には本格的なビデオカードを搭載できるモデルも存在する。CPU 自家付けタイプはノート PC 向けなどの熱設計電力が小さい CPU を実装し、CPU の冷却装置としての強力な冷却ファンを 必要としないモデルが多い。デスクトップ向け CPU に比べると性能が低い。場合が多いが、インターネットやメール、ビジネス用途であれば十分な性能である。小スペースマザーボードであるがゆえに拡張スロットが1から2本しかなく、メモリもノート PC 用の SODIMM を使用するモデルもあるなど、マザーボードおよびケース側の制限がある場合が多く、 ATX やマイクロ ATX などに比べて、組み立てにはより注意と技術を要する。ITX 系マザーボードの寸法。ありがとうございます。